なるけどね。寒い。寒いね。なんか、ね、ね、カラオケしてたの。あの、アカペラでね。ああ。そうそうそう。あれそれ。迷惑じゃないかな。はい。迷惑じゃない。車です。あ、どうしたっけ。あ、カラオケ。うん、カラオケというか車でしたかった。え、車でしたかった。まあ車でもよかったんだけどね。まあ行ってみっか。寂しいと思って一緒にいたかった。え、一緒にいたかった。死んだの。うん、寒い。いや、え、家じゃない、家じゃないよ。うん、あ、タバコ、間違えたし。え、紙タバコと、あ、電池間違えちゃったよ。うん、うん、なんかすごい嘘、いっぱい嘘だと変なの来るね。嘘だとやばいよね。え、ケイちゃんも来た。いや、私のとこはそんな来ないけど。あ、なんか、うさーとカシークの枠見てたらなんか多いなと思う。やばくない？やばいよね。なんかさ、俺ただ別に、まぁ、あ、ちょっとキャリちゃんも言ったけど、ちょっと用事があったからさ、うんうん、ちょっと実家に行っただけなんだよな。うんうん、で、それで、まぁ、あ、12時前に帰ってくれて、ちょっと遅れちゃったんだけど、うん、で、それに対してなんかすごいさ、うん、僕なに、カシン君大丈夫？大丈夫？って別に、うん、だで運転してるわけだからさ。そうだよね。うん、別に、うん、なんかね、別になんか喧嘩したとかでもないし、ね、そうなんか通報されそうになって、うん、通報？そう。なんで？わかんねえ、なんか配信落とすよみたいに言われて。え？うん、意味わかんない。意味わかんない。怖っ。怖いよ、本当に。昨日からちょっと厳しいんだよ。うん、そうよね。あ、こんばんは。こんばんは。うん。うん、いや、なんか途中なんかウーバーでなんかそのするみたいな感じで鳩が来たから、うん、一応念のためもしウーバー頼んだら危ないと思ったから一応カップ麺買っといた。ああ、うん、ウーバーなんかしたいなと言ったけど、うん、してないよ。あ、そうなのね。うん、あ、なるほど。オッケーオッケー。うん。うん。ついに来たよ、この9度が。9度？ 9 度9度8度。それは寒いわ。うん、みんなカシン君に無料アイテムお願いします。大丈夫。ありがとう。おお、ありがとうございます。あ、ね、あのお父さんに渡しといたからね。ありがとう。お父さんに渡しといたから。うん。すごいね。うん、大丈夫。あ、大丈夫。うん。あ、暖房ある。あったかい、あったかい。うん。まあ、車よりは佐渡はあったかいかなって感じかな。うん、もう一つ受け取ってください。あ、ありがとうございます。ありがとう。もう一つ受け取ってもらえないか分かんないな。末永くお幸せになってください。ありがとうございます。ありがとう。そんなことより働きなさい、ちゃんとね。頑張ってね。頑張って働いて。うん、まだまだ。
カラオケしても苦情来ないよね。普通にアカペラでこう歌うぐらい。まあ大丈夫だとは思うけどね。うん、だって別に防音っていうか、ね。なんかね、結構なんかその他の人がなんかよく言いがちやね。なんかそうやってね。そうそうそう。あ、そういうの来たコメント。そう、なんか苦情来るとか。あ、俺のところにも来たよ。来た。でも言うだけだよね。あ、そう。来ないよ。そう。痩せてないよ、うん、今日大変だったの、いろいろ、大変だった。うん、そう、なんか嫌な感じしたから、うん、ね、ちょっと実家に顔出さないといけないと思ったからさ、うん、うん、疲れ様だね、うん、まあ、でも嫌な感じしたらもう先にも察知して、うん、もうそれで対処するの、うん、うん、もう結果的に終わったわ。行ってよかった。よかったよかったよかった。うん。ね、私は影響してないよね。あ、ないたまたまそういうタイミング。うん。うん、しかし、いや、カシン君のもあるから、うん、ごめん、私食べてるけど。あ、いいよ、いいよ、大丈夫よ、うん、うん、なんか、ね、いいやね、うん、うん、びっくりした。もういろいろこの寒さで、びっくりした。びっくりした。寒くって、うん、気をつけないとね、うん、仕事じゃないし、プライベートで、あれだよ、ちょっとあの、実家行ってきたの。いろいろあるよね、まあ、ただあれ、お父さんにも言っといたと思うけど、まあ、無理しない方がいいよ。今の福祉は便利だから。そうだね。あんま無理せんで。今の福祉？まあ要はもう母親がさ、もう寝たきりだからさ、もう寝たきりでね、もうベッドでもう寝てるだけだから、だけどうちのお父さんはね、優しいからね。まあ それね、それでもやっぱ家にね退院させていさしたいっていうのがさ、あるんやけど、まあ、普通に考えても別に入院とね、入院の方がぶっちゃけ楽だしさ、まあだけどまあ家に連れてくるっていうところがまたうちの、ね、父親のまあ考えも人それぞれだけどね、介護やからね。あ、そっか。難しいよ、なんか、だけどそれは別にね、俺の責任とかじゃないから、それは、
ね、あのうちのお母さんの責任でもあるし、ね、うちのお父さんの責任でもあるわけだから、それを選んでるそのお父さんの責任だから、うん、まあ、ただねその中でね、気持ちじゃないけどさ、ね、ちょっとね、なんていうのかな、うん、まあ、どうせまた呼ばれるから、どうせさ、うん、だったら早めに行ったところで、うん、なるほど、ね、そう、別にいいじゃん、食べたって別にね、うん、だって別にこれもう なんていうの、こういう服だからね、うん、幅って言われても、うん、うざい、これすごいやばいよね、だからね、うん、すごい、やっぱあれ、あのやっぱキャリーちゃんのやっぱ配信もやっぱそういう感じだった、うん、コメントがね、やばいね、なんかね、うざい、いやいや、俺が一緒に住んだって解決しないもん、もうそれはそれまた違う課題だもん、それは、そう、いや、お父さんが責任持って、で、それで自分で面倒見るって言って、ね、それで退院させる、ね、退院したんだから、それは父親の責任でしょ。うん。うん、俺は入院しとけって言ったけどね。うん、そうだよ。うん。私が染めたんだよ、髪。うん。いや、そのために弟がいるんじゃ。だからこれはだからテーマだよ、無血おじさん、うん、お兄ちゃんもね、あのなんか、大変な時は助けるけど、うん、本来だったらお前が助けなきゃいかんぞ、お前マジで、うん、そう、何こういう流れにね、ね、うん、コメント流れがね、意味が分からんよ、だよね、いや、その介護ね、まあ熱いお言葉、本当そうだよ、無血おじさん、ね、俺は別にいくらでも助けられるけどね、ただそれは金銭的なことやないかな、うん、だそれ以外のことでできるかって言ったら、やっぱな、やっぱ、まあもう33やし、うん、そろそろ頑張んなきゃ、うん、ってところよ、俺は、うん、そうだね、うん、いやもうね、もう日が経ってね、8月だったりとか7月だったりとか、これは8月に俺は英才教育したつもりだからね、頑張って、うん、いや、それもまあでも弟が別に強制的に見る必要性もないし、うん、まあ父親なんじゃないのかなと俺は思うけどね、父親にはまあ俺的にはちょっと言いたいこといっぱいあるからあれだけど、うん、まあ父親の生き方だからまあいいんじゃないかなと思って、うん、俺はね、うん、
何言ってんの43個バカかお前、何の話やねん、意味わからん話してくんなよ、印象操作やめて、借りてないし誰やねん、それが本当だったらアカウント出すよ、そんなお金借りたことないし、やばいね、ここ4日間ここ5日いや本当になんかもうコメントの感じがなんか嫌なんだよ、なんかさ何このコメント、すごい刺さるよね、そうそうそう、なんかね、だからちょっと試しに昨日ねキャリちゃんの配信してこの時間やってね、うん、予想通りだもんね、そう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 、コメントがね意地悪な感じとか、で俺も今日はコインランドリーの時あえてああやってわざとやったのよ、そうどんな感じなのかなと思ったら、あなるほどなって思って、あそうそうそうだね、はい、NG ワードあのですね、 NG はなってます、そういう誘導がおかしいんだよね、 なんでいきなりそういう風になるわけ、ちょっと言っただけじゃん、そうだよね、その誘導何って感じ、車の方が良かったのかな、どっちもでも動画にしてもいいよ、うん、待って大丈夫、あとまだ長いから朝、長いから OKOK、そうそうそう、車にばっか行かせてかわいそうって意味不明じゃない、別に それは別に関係ないじゃんね、で私家臣くんの、なんていうの、私が車行ってなんか一言見てないしね、ないよ、意味わかんない、中にはそういうね車が好きな人もいるわけだから、そうだね、そう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 、むしろそういうのが見たいって人もいるしね、そう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 、私が行ってなんか一言も言ってないし、そうよ僕は、もともとね、そうだね、むしろ私が寂しいって言って家にいてって言ったんだけど、意地悪やめてほしいね、予想通りやね、本当だね、もうこれも計算通りだから、そうそうそう、試し試しにちょっと今ね、そうそうそう、いろいろちょっとキャリちゃんといろいろ考えてるんだよ、そうだね、そうそうそう、試し試し、こんばんは、揉めてるね、あー揉めて、揉めてはないよ、コメントが変なのが多いけど、今日ずっとこんな感じなの、ずっとではないけど変な米多いね、なるへそね、なんなんだろうね、ほんとすごいね、すごいね、残念でした NG ワードさん、NG に引っかかるから、今飲む15度ぐらいじゃん、多分ぐらいかな、ぐらいじゃない、
外はもう8度だね。あ、そんな寒いんだね。マジ寒いわこれ。それは寒いわ。一応さん、センキューミャンマーさんね。そうです。はい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 。設定温度は26度ですね、まあ、今日が僕が予言した、ね、一番寒い日、火曜日ついに来たかって感じ、冬、キャリーちゃんの可愛い笑顔が減っていくの悲しい。最近減ったな。それ気のせいじゃないの。お風呂もう入りました。厚着したらどうって、これもうコートなんですよね、これ。コート、いや8度だよ。それはダメだろ、それは。いや、そんなことないよ。おかえり、おかえり、大丈夫だ今、ありがとうくれさん、選挙ね、いいよ。眠くなってきちゃった。今日結構飲んじゃった。2杯だけね。まあ割と、でも2日ぶりだね。2日ぶりのお酒やね。お酒で、そうだよね。ちょっとでも眠くなっちゃったな。キャリーちゃん配信時間減ってないと思うけどね。そんな減ってないよね。ほら2日間ちょっとバンだったってのもあったんじゃない、俺のせいで。ちょっとまたね、配信時間計算するんだよね。いやでもいいと思うよ。だいたい12時半ぐらいに寝るもんね、通常で。ちょっとここ2日間ちょっとね、何、前よりちょっと起きれるようになったのかな。でもね、早く寝るのはいいことだからね。そう全然悪いことじゃないから。普通にイベント最終日で寝るのって別に全然悪くないしな。そうだね、しかもイベント中じゃないし。そう、どうだって久々のイベント内の2日間というかさ。そうだね、だったらあんまりアイテムはね、正直あんまりだったけど、まあ気楽に困ったりね、フリートークをできるっていうのはあるかな。
フリートークいいよね。まあ、ね、なんかね、歯磨くよ、いつも一緒に磨くよ、ね、磨く、普通の仕事戻れないねって言って、あのさ、この時間に起きてる君がそう言えるか、それな自分のこと考えろよ、人っていうのはね、そう思うんだけどね、すごいね、指示中。指示中すごいね。すごいわ。危ない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 。大丈夫。ショーパンだよ。ショーパン危ない危ない危ない。油断したね、危ない危ない危ない。危ない。危ない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 。今日は何時間ぐらい配信してるの、あれからちょっと行ってから行ってから3時間ぐらい、わー頑張るねでこれで4時間ぐらいかしてるから、いいよね、でちょっとねお酒も2缶飲んで、2缶してね、そうだね、いい感じ、そう、みなさん、カシン君に無料アイテムお願いします、大丈夫、そう、あの、なんか、あの、営利目的って思われたくないからっていうことで、そう、キャリちゃんが言ってんの、あ、言ってた、そうそうそう、私ちょっと寝ようかな、どうしよう、眠くなってきちゃって、いやでも無理しなくていいよ、キャリーちゃん、あのイベント中だから別に配信、あ、そうかそうかそうか、大丈夫なの、あ、大丈夫なのね、ちょっと延長期、あ、もう終わる、あのご飯届けに来ただけって、あのご飯一緒にいつも食べます、一緒に食べてるから、はい、一応あのウーバーっていうハトが来たから、もし、ね、パスタ頼んだら、ね、パスタ食べれるようにね準備してるだとか、でそれの頼んでなくてもね、例えばカップラーメンとかっていうところで、ね、工夫してるの、そうだよね、そうそうそう、どっちにしてもね、料理はできないって、これもずっとだね、もうこれね、ずっと言われるの、これずっとだね、料理しない、料理しないのってさ、違うよ、コンロ買ってないんだって、まだいろいろ理由があって、それであの、あえて用意してないの、ちょっとだ、大丈夫だろこれ、だから先にディズニーが優先なの、何えって、ディズニー行った後にね、その後にあの買いに行くの、今週中にだからほとんど集まるの、え、なんでよ、ちょっとケイちゃん、
あのディズニー優先するって言ったらなんかコメントがすごい回るんだけど、おかしくなる、なんか めっちゃなんかおかしいって、なんかめっちゃ意味わかんないし、自由じゃん。キャリーちゃんも、俺、じゃあキャリーちゃん提案されたのよ、あの強化して買いに行くかって言ったら、俺はディズニーになったのがいいなって言って、うん、別にいいじゃんね、いいじゃんね、うん、ディズニー優先しても、うん、そんなおかしい、そんな家電逆に焦らなくても、いや、そう、ね、なんかその価値観ってあるよね、うん、いやもちろん、そのお金取っといてありますよ、うん、もちろんそう取っといたプラスね、その例えば、家電 で6万かかったとするじゃん、そしたら俺折半で3万払うの、うん、そういう約束でやってるもんね、そうだよ、うん、それが変わってくる、それが変わってるねと、なんで、お湯はケトルある、だいたいね、キャリーちゃん寝るのだいたいね、例えばなんだけど、その、まあ、10分かかるコンビニにね、ちょっと買い物行ってくるねって言って、その10分の間に寝てる時あるよね、あるね、うん、あ、キャリーちゃん待っててねって言ったらもう10分後寝てるから、でもこれいびき、これ演技じゃないよね、え、演技、うん、あ、そうなの、
ちょっとね、あの、たまに演技するときもあるのかな。え、しないよ。え、しない。ちょっとさ、だっていびき、ん、はあ、そんなすぐかけるそれ。いびき書いてた、書いてたよ。え、そう、それ意識。え、ガチいびき書いてない。あ、そうなのね。これは、うん、いや、こんなゲートできないでしょこれ。皆さんどっちだと思う、これ演技かこれ本当か。天然。あ、ほんまガチか。難しいね。初めて気づいたっていうか、だって2人でだって生活したのだって、あとまだ2週間ぐらいなもんだって。いや痩せる必要ありません。今のままでいいです。ね、これ本当にこれキャリーちゃんリスナー、ここなんかいつもと違くない、なんか変だよここ。ここ本当にキャリーちゃんの枠だよねこれ。いや、どこが恥ずかしいのって。お酒飲んで、でご飯食べて、それで寝るの、どこがおかしいのって。これだけで病院連れてくの？寝てるだけじゃん。閲覧気にする、アイテム飛ばない、コメピタ、イライラ、大声でカラオケ。カラオケ問題ないっすよ。
あなたがいいなら言える、普通は太りすぎたら注意するわって、じゃあお前、じゃあそれじゃあ 全員のじゃあ配信者に言える、他に太ってる方に言えるのね。太ってる人に言える、そんなこと。言えないよね。あ、ゴリシさんありがとう。じゃあお前ら、じゃあお相撲さんに言えるの、太ってて大丈夫って。お相撲さんに言える、プロレスラーに言えるねえ。あのプロスポーツの人に言える、いいじゃん、個性じゃんって。マツコデラックスに言えるの、太っている人いるじゃん、女優とかで、ジャーナリストとかで。マツコデラックスに言えるの、渡辺直美は。で、太ってるイコール悪なわけ。これ見せ物じゃねえんだよ。見せ物じゃねえんだよこれ。この中にいる天界中。どうするこの後の天界くん。これいる天界。展開はお前らの仕事だろう。何もないよそんなの。何もないけどさ、これだってこれだってこれこれ展開崩しだよこれ。キャリーちゃんこれちょっとここで寝るのなんて俺聞いてないって。
膝枕、うん、誤爆ってんじゃねえよ、さっきのやつは。うん、俺誤爆中、もう一回かけよ。ブロックしねえからよ。ほら。何誤爆ってんの。もう一回もう書きなよ、ブロックしないから、カホリちゃん、なんて書いた、さっきちょっと見落としちゃったんだけど、天然さんが落ち目って、そのさ、いびきうるさいから出荷しようとかさ、なんで、そうそう、物じゃねえんだよ、うん、人間だよ、うん、道具じゃねえんだから、うんうん、え、うんうん、なんでもかんでもさ、出荷出荷とかさ、物じゃねえんだよ、人間だよ、うん、もうほっといてくださいよ、僕たちのやり方があるんだから、
ありがとうね、168号くんね、うん、君みたいな人が本当に優しいわ、優しいね、びっくりしてきた、このタイミングで電子タバコをさ、車に置いてきちゃったという、このなんちゅうミスしてんの俺、今日久しぶりの実家でもう疲れちゃったよ、取りに行けばいい、この状況で俺はグローだから、キャリーちゃん、アイコス、ひどいね、顔面蹴りつけても寝てるから大丈夫だと思う、藤田和幸かよ、もうサッカーボールキックじゃねえんだからさ、ひどい言い方だねそれ、それボブサップにやったやつでしょ、20年前、あの藤田和幸の総合格闘技の顔面キックでしょ、それボブサップ余裕で負けたやつでしょこれ、矢沢にやった技って何それ、何何そのキックを、頭を蹴ったの、畑中さんどうもこんばんは、え、それでどうなったんですかそれ、別にもう終わった話でしょ、あの田中さん、僕家臣、田中さん家臣です、田中さん家臣、キャリー、いやいや誰じゃないでしょう、知らない人じゃないですよ、矢沢に被害届出されて電話番号変えてに逃亡してる、え、だってそんなことやったらじゃあ指名手配じゃない、だってね、
もしそれが本当だったら。うーん、指名手配になってない？被害届出されてたら。いや、そのうち捕まえましょうって、それ本当に言ってんの？それ41号くん、被害届出されてるの？いや、僕は指名手配じゃありません。僕は何も警察のお世話一回もなったことありません。一回もないです。警察のお世話になったことは一回もありません。職質だけ。女風呂とか知らないです、そんなの。僕、嘘です。皆さんの嘘、お寺の嘘です。うるせえなだよね。別にね、そうですよ。困るね、そういう印象操作やめてくんね。僕にヘイト向けんの、ムカつくな。違うよ。嘘つくね。脱衣所侵入事件、お前じゃその事件じゃ、お前持ってこい。だったら今すぐよ、お前。お前事件番号持ってこいよ、お前。ちょっとよ、こないださね、家さね、開けたらキャリーちゃんがうわみたいなのあったけどさ、もうキャリーちゃんびっくりしたよ。あ、みーちゃんありがとう。覗いちゃったよ、それは。ねえ、キャリーちゃん。裸やったよな。裏で田中動いたのも秘密で、何それ一体。どっちが見ればいい？もう知らないよ、もうこの状況。うるさいね、六号くん。いいじゃん、今。どうも田中さん、ありがとう。ということを裏で田中さんが出勤してたって知らないし、僕そんなねえ、わかんないじゃん、そんな意味わかんないし。よし、黙ったか、コメントぜ。よかったよかった。必殺技聞いたぜ。これは大変だね、この状況で。これ配信ね、本当に。てかさ、それをさ、だからさ、だから未だにさ、だからもう、なんかもうさ、しつこい話さ、すんじゃねえよ。なんで今になってそこが出てくるんだよ。危ない危ない危ない。大丈夫？何？大丈夫？キャリーちゃん。どうしたの？
うるさいよ、えつないつら、そんなこと言わないでくれよ。別にいいの、こっちのやり方があんの。いいじゃん、40人もいてくれたらマシやん。何言っとんのさ、今で始まったことじゃないじゃん。勘弁してよ。もうあの脱衣所とかもそういうコメントたちも本当にあのもう NG にするよ、もう、証拠出せよ、そういうこと言うんだったらよ、普通の顔できないんです、これが普通なんです。でいびきいびきうるさいって、これが普通なんです。普通です、僕の顔は。だからやつれてないって。壁ドンじゃお前がしてこいよ、じゃあ133号よ、どん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 やってこいよ。うるさいね。もう知らないよこっちも、俺も。いや、彼女といます。彼女といます。展開ない、申し訳ない。8号、今もう8度、展開ないね。あのもう登場人物少なすぎ。そんな僕に展開とか求めないで。何時頃展開あります？いや、ないです。展開中のところは展開中の配信者のところ行ってくださいね。そんな展開展開で、そんな踊る大捜査線が常になるわけじゃないんだからさ、もうネタないの、東京は。もうネタ切れ、ねえみんな、ありがとうドキュメンさん。てか いびきだけでバカっていうのもちょっとおかしいんじゃないの、それもちょっとひどいよね、その言い方。本当にあんたたち人間？たぬきさん、俺もいびきかくよ。そんなこと普通言う？なんなの今日一体。だから切ったらね、閲覧流れで来るでしょって。売名じゃないんだから。
や気にするよ、うん、いいよ別に、うん、このまんまでいいから、父触ってません、家臣くん何もできないやって、僕何もできない、うん、暁さん、勘弁してよ、だから何をそれでいいの、何が、何がですか、こっちまで来てさ、何、うん、気がまだ病み上がりなんです。寝てるって。大丈夫、会長。キャリーちゃん。
もう何分ぐらいかなこれ、もう30分、膝枕なんて初めてだよ。舐めさせてるわけないじゃん、そんなことしないっす僕。詰まってないでよ。小林さん、ありがとう、ありがとうね、カシン君、人が良すぎ、良くないよ、僕はサイコパスだ、分かってないな、俺のことを、俺はサイコパスだ、分かる、俺はサイコパスね、ドメスティックバイオリンなんだよ、まだ一回も逆切れありません、キャリーちゃんに対しては。ドメスティックバイオリン、毎回生中じゃありません、外出しにもあります、外と中使い分けしてんの、バイオリンうるさいよ、バイオリンで、いい、そこでそこ褒めていいよ別に、うん、極寒のね寒い中ね暖房つけて膝枕してもらってるの、何がいけないの、自分の繁殖能力分かってるよ、昨日立たなかった、ね、キャリーちゃん、キャリーちゃん、キャリーちゃん、困っちゃうよちょっと、キャリーちゃん、キャリーちゃんね、キャリーちゃん、
元聖保の割り勘ぶさ男、そんな悪い割り勘が、皆さんありがとう、じゃあこれ延長ボタン押していい？交換するだから、いい？リスナーさん押すよ。さっき攻めたじゃん俺のこと。なんかさ、これデジャブ、これデジャブ、これ再放送ちゃう、これちゃう、これキャリーちゃん、これな、何この状況、ちょっとこれ、ケイちゃん、ねえ、ね、残り5分だよ。さっき1回延長した。延長する？終わります。終わるの？これ30分以上あの膝枕なんだけど、これいいよ、謝んなくて。でさっき、ね、勝手に交換したらな、怒られてさ、勝手に人の携帯いじんなよみたいな。
延長して、はい、リサナさんありがとう、延長したよ、うん、ごめんなさい、ありがとう、うん、大丈夫やん、うん、うん、十分よ、うん、別の65人もいれば十分よ、うん、十分十分、うん、ごめんさん、ありがとう、うん、なんで押すんだよ、だってアイテムくれたからだろう、それを押すでしょう、キャリーちゃん、リスナーさんがね、起きてなって、それ延長しちゃった、うん、リスナーさんがアイテムくれたから延長ボタン押してって言ったからね、リスナーさん見てるからね、キャリーちゃん、うん、イベント出てないです、うん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 、選択肢だから3つあるよね、枠を切ってキャリーちゃんを寝かせる、うん、で真夜中の中で、ね、ここで僕一人、うん、か車の中、うん、どっち、あ、ここで俺が枠をやる、うんうんうん、お前は車に行けって、うん、お前車込み多いな、
マーガリンバターロール美味しいよ、皆さん。普通じゃない、こんな4個入りなんてみんな食べるでしょ。うん、昨日しゃぶしゃぶ食べました。うん、朝もサラダ。うん、栄養満点です。結構食べてるよ。これ一体何これ、さっきの人がだって延長しろよって言ったじゃん。やだよそれでいろいろ言われるの。カオス。タバコ吸いて。
なんで今日に限って車に置いてきてんの、タバコ、うん、パクパク、うん、でこの膝枕のこの状況、うん、何これ一体、うん、誰だよウーバーっていう鳩飛ばしたやつ、うん、ねえ誰ウーバーって、うん、誰だよウーバー、ウーバーイーツって言ったからさ、俺さ、うん、なんか来るのかと思ったよ、パスタの、うん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 、誰だよウーバーイーツってやっと飛ばしたの俺のところに嘘ハト？ね、キャリーちゃんパスタ食べようとしてたのね、うん、美味しかったよ、うん、美味しかった？あ、食べたの？パスタ、そうでしょう、257号くん、君が最高のコメントだ、かわいいよね、かわいいよね、ね、かわいいよね、かわいいよね、バカ女っていうのやめてよ、賢いのよね、もう困るな、このコメント欄もう何なのこれ、ねえ、ねえ、荒れる、荒れる感じ、荒れてるよ、賢い、ずっと一緒にいるの？
そういう風に言われなきゃいけないわけ。もうキャリーちゃんすごいよ。兄ちゃん、キャリーちゃん、しびれてるよ、もう私。190ごめん、ブロックね。
キャリーちゃん。うん、私も全然やっていきたいんだけど。ん？いや、動画がね、ちょっと動画でこうやれたらいいんだけど、うん、ごめん、私の方でなんかつけさせてもらう、いや、これパンツじゃないよ、うん、ショーパン、ショーパンです。Mm-hmm.
キャ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 リちゃん、布団寝なよ、布団で、ね、布団寝な、布団、布団で寝る、布団寝なよ、もう膝枕もう1時間ぐらいよ。あ、ごめん。いや、いいよ、いいよ、いいよ。大丈夫、ちょっと。ごめんね。大丈夫。この枠でちょっと終わって。なんか2回延長したらなんか怒られたよ。え？いいじゃん。いいじゃん。リスナーさんが。あの延長って言ったから。え、そうだよね。河川くん、そうしてくれたんだから、怒らないでほしい。全然いい。申し訳、延長しないよ。延長、うん、延長しない。眠そうだけど、うん、延長しない、延長。大丈夫？タバコ取ってくるね。うんうん、吸うよだからね。ちょっと失礼だな。あ、ごめん。大丈夫。大丈夫。失礼。なんでこんな時にタバコ忘れちゃうの俺。紙タバコ？うん、あの、で、電子タバコのやつ。あー、そう、紙ね。そう、死ぬ、これ、ごめん、かしん、詳しい、私、大丈夫、大丈夫、うん、あの、修行だからさ、修行、修行、うん、あの、一足早い、冬の修行、本当にもう今日マジですごいから、8度だから今日、うん、うん、8度は寒いね、うん、ついに来ちゃいました、8度、うん、腰痛い、腰痛い、大丈夫、昔腰痛い、足もしびれてるし、え、そんなに腰痛い、え、大丈夫、大丈夫、え、ちょっと手を、じゃあ眠いねって、あ、ごめんね、ありがとう、ありがとう、1時間、そう、足しびれた、いびきすごかった、マジで、かしんくん、うん、久しぶりだよ、なんとか、ごめん、1時間も、あ、いいよ、いいよ、うん、間に合ったぜ、うん、よかった、う
度の中で、うん、ね、8度寒いね、寒いよな今日、うん、まだまだ冬これからだから、うんうん、ようやく冬始まったからみんな8度寒いよ冬本番、うん、いやいやいや、顔色悪いね、キャリーちゃん、大丈夫？顔色悪い？キャリー、まあ、やめないね、うん、これ、グロー美味しいよ、アイコさん捨てた、風呂入ったわ、銭湯行ってきたんや今日、今日そう銭湯行ってきたの、そうだよ ね、うん、どう3回目ぐらいかな、あそうだね、どうだった、気持ちよかったよ、よかったよね、うん、やるわお風呂、あの週に 2,3 回は銭湯なの、うん、普通じゃん、週 2,3 回よ、いいよ、うち流があるのよ、うん、ね、ね、うん、うん、いやいいよ銭湯、うん、いいよね、いいよ、うん、いや家でも入ってるわ、ちょっとサウナをちょっとね、俺もうちょっと封印してるから、うん、ちょっとまだサウナはね、あれやから、でも銭湯いいよ、うんうん、最近おじいちゃんみたいな感じになっちゃったけど、もともと銭湯も行き始めて2年でおじいちゃんになっちゃったからさそう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 、うん、550円そう、キャリーちゃんなんかね、ちょっとなんかすごいアンチが来たんだよ、うん、マジで俺がまあその枠を切れなかったってのもそうなんだけど、うん、だけどなんかここで切るのはちょっと違うのかなと思って、うん、うん、結果的になんか叩かれちゃった俺、ごめんね、ゆゆゆ、やっぱ久しぶりのイベント街の配信やもんね、そうだね、ねえ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 、昨日、ん？昨日配信、ん？おととい、昨日朝までやってるね。うん、ね、昨日も朝までやってね、うん、うん。たまにはフリートークでところでね、まあ寝ちゃったところなんだけどね。でも、キャリーちゃん頭いいね、ちゃんとね。あの、うん、イベント中は2配信ダメやからね。あ、そうそうそう。そうそうそう。ね、ちょっと休憩ってことだよね。そうだよね。だよね。ほら見ろ。ほら。主がそう言ってるんだよ。俺悪くないよね。悪くない悪くないよ、絶対普通のやつって絶対みんな切るから当たり前だけど、うん、普通に切って
ね、営利目的だったら、ね、切って閲覧こっちに持ってくるから、うん、俺そういうことしたくなかったから、うん、うん、分かるよね、そうだね、うん、閲覧誘導もしてないからしてない、うん、してないしてない、一切、ま、守ったらただ寝てただけっていうキャリーちゃんがね、うん、うん、もう勝ち偉かっただろ、ごめんさん、センキュー、うん、悪くないよ、面白いね、本当にね、いろんなね、コメントね、ね、うん、いびきかいちゃうよね、です、でも人間かくよ、うん、俺もかくしてて、うん、言ってないよ、43号くん、だからそう、よくそういう嘘をつけるね、うん、本当に君心から本当にコメント書いてる、すごいそういう嘘つくね、うん、よくそんな嘘つけるね、うん、43号くん見てくんない、カシン君のこと責めないでほしい、うん、私が寝たのがいけなかった、眠いもん眠いよな、終わる、私はね、ちょっと、うん、ごめんね、うん、ゆっくりね、うん、休みね、寝言言ってたわ、で、ナイフさんじゃない、カシンくんだよ、たまに間違われるけどね、あ、ほんと、切れたナイフ見てるよね、あ、でも言われるね、頭痛い、ちょっと、うん、
こかな。抜き抜き。ね、頭痛や。うん。いや、だからもうこの本当にあれよ、ウェルカム東京、初冬です今年。そうだね。はい。11月19日、うん、初冬、うん。寒くなるね。うん。だから前もってね。うん、あの銭湯でね、まあ、温まって、うん、またちょっと冷えちゃったと思うけど、うん、なんとかこの冬を乗り越えましょう。そうだね、はい、そう、乗り越えよう、乗り越えよう、レモンティー用意しといたから。ありがとう、うん、あと飲んで、うん、心配してくれてありがとう。もう大体もう1ヶ月するとね、大体ね、うん、あの必要なもの分かってくる。分かってくる、うん、分かってくるもん、ねえ、うん、うん、あのさ、52号くんさ、別にいいじゃん、別に、うん、カシンくん、イベントだから、まあ、ゆるイベだけど、いいじゃん、うん、ガネーシャさん、ありがとう、うんうん、俺どれでもなるから大丈夫や、うんうん、何言うとんやん、うん、きついに来たぜ、冬が、うん、いいんだよ、うん、心配してくれてありがとう、うん、うん、時にはスイッチを入れなきゃいけない時があるんだ。おかしくも配信って、止まったい、飲んだからかな、お酒。でも最近でも2日に1回よね。そんな飲んでないよね。そっか、3日に1回とかか。いや、どうだろう、もうそんなに別に飲んでないと、付き合いだった時とか家ではあんま飲まない。そうだね、うん、肩こりある、うん、整体行きたいな。いや、あるよ、近くに。ある、うん、結構いいとこある。なんと、うん、肩
たこれからも来てると思う。頭痛ガチガチだよ。リエルちゃんいらっしゃい。そう、血行悪いのもある。そう、肩こりで、肩こりからの頭痛みたいな、シンク首ちょっとだけだ。強めでも大丈夫ね。あ、手痛くない？結構痛いよこれ。あ、ごめん、ごめんね。結構痛いよ。結構痛いかも。痛いよ。ごめんね、ありがとう。シンク優しいよ。肩こりね、肩こりからの頭痛が、水か、水あんまり飲まないかも。肩こりね、姿勢、猫背なのもあるけどね。
ックで終わろうかな私は。うん、ギャザリングメガホンって何？うん、なんだそれ。うん、シンク大丈夫？あ、もう大丈夫。白湯飲んだらいい。うん、まあ、体温まるよね。白湯にレモンを絞る。ダイエットにも良さそう。いやレモンはいいよ。レモン。レモンティーばっか。レモン水、ジュースね、飲んじゃうときはある、寒いからね、気をつけないとね、体調、シンクも疲れてない？あ、大丈夫大丈夫、ここから負けないですから、大お風呂入ったんだよね。銭湯行ってきて夜。うん。確かにインフルもね、流行るよ、流行ってるよね。入ることもあるよ家でも。銭湯、カシンくんが銭湯好きでね、3回一緒に、3回ぐらい行ったかな。週に2か3だね。そうだね。
色かわいい。いいの売ってたね、あれだね。ねえ、かわいい。かわいいね。うん。こういう時もあるからね、あの全てがね毎回仲いいってわけじゃないから、うん、あの リアルだから、うん、なんか悪いわけじゃないけど、そうまったり、そう、日によるから、ありがとう。いやー疲れ、なんでだろうね、疲れというか、やり上がりや、そうだね、この1週間ちょっとハードだったね、ハードだったから、まあ私ちょっと残り1分で終わります。お疲れ様、ありがとう。ありがとう。休んでね、ありがとう。フォローもお願いします。フォローまだの方、ちょっと寝ちゃってすいません。眠い時あるよ。もう8度だって。8度だよ、8度寒いよね、